ベス・ベアーズはアメリカ合衆国の女優。大学の学長デビット・ベアーズと第一学年の先生モーリーン・ベアーズの長女としてペンシルベニア州ランカスターで生まれる。6歳年下の妹がいる。1989年にバージニア州リンチバーグに移って育つ。4歳の頃から劇場で演じ始め、育っていく中でサッカーをしていた。彼女は e ーシーグラス高校の生徒だった。15歳の頃、ベアーズはサンフランシスコベエリアにあるカリフォルニア州マリン群へと家族と一緒に移り住む。2001年にタマルパイス高校に通い始めた彼女は学校から高い評価を受けてドラマプログラムに受け入れられる。ベアーズはサンフランシスコにあるアメリカンコンサーバトーリシアターで学び、 ミュージカル、ダングリング・カンバセーションズ、ザ・ミュージック・オブ、サイモン・ガー・ファンクル、二つの劇、コーチャック、エス・チルドレン並びに、エイブライト・ルーム・コールド・デーでそれぞれ演じている。彼女は、歌手として、クラシカルな訓練を受ける。ベアーズは、UCLA ・スクール・オブ・シアター、フィルムテレビジョンで演技を学ぶため2004年に、カリフォルニア州ロサンゼルスに移る。サンフランシスコにある、 レイ・オブ・ライト・シアターにて、ミュージカル、グリースで、サンディ・トム・ブロワスキ役を演じ、そして2006年度のミス・マリングに指名される。ベアーズは、大学4年生だった頃から役柄を得るため、オーディションを受け始め、2008年に批判研究で、学位を取得して卒業する。卒業後にヤング・ミュージシャン財団から、ボーカル奨学金を授与される。 バンクーバーで2009年3月から7週間にわたって撮影したティーンコメディアメリカンパインハレンチ教科書で初の映画出演を果たす。アメリカンパインシリーズの第7弾目となった映画は2009年12月22日にオリジナルビデオとしてリリースされた。ベアーズはテレビパーソナリティであるマリアメノーによって制作された不器用な 連続殺人犯の集団について描かれたコメディインディペンデント映画アドベンチャーズ・オブ・シリアル・バディーズに出演する。また同映画にはクリストファー・ロイド、キャッシー・リー・ギフォード、アーティ・ランゲも出演している。2010年後半にペンシルバニア州チェンバーズバーグでインディペンデント・フィーチャールート30-2を撮影、エイリアンの少女を演ずる。ベアーズは2つのテレビシリーズである。 NCIS LA 極秘潜入捜査班と ABC のキャッスルミステリー作家は事件がお好きにそれぞれゲスト出演する。2011年彼女は CBS のシットコム NY ボンビーガールのオーディションを受けていた頃ウエストウッドにあるゲフィンプレイハウスで働いていた7回目のオーディションを経て主演な役柄を取るベアーズが演じるキャロライン・チャニング役は マンハッタンアッパーイーストサイドの金持ちの女子相続人だったが、父親が金融不正行為で逮捕されたため、ブルックリンのウィリアムズバーグにあるダイナーで、ウェイトレスになることを強制される。ベアーズのキャラクターは、ベンチャービジネスを立ち上げようと、皮肉屋なウェイトレスであるマックス役とタッグを組む。テレビドラマは、コメディアンのウィットニー・カミングス、セックスザシティのプロデューサーの マイケル・パトリック・キングが制作した。CBS はテレビドラマのシーズン2.3をリニューアルした。2013年、ベアーズはファッションスタイリストのブラッド・ゴレスキー出演のリアリティテレビ番組、イッツ・エイ・ブラッド・ブラッド・ワールドに登場する。カントリーミュージックグループのレディアンテベーラムの楽曲、ダウンタウンのミュージックビデオで歌手ヒラディ・スコットの友人を演じた。また、 ベアーズは2013年のアカデミー・オブ・カントリー・ミュージック・ショーでプレゼンターを務める。ピクサーアニメーション映画、モンスターズ・ユニバーシティに女子学生社交クラブの女の子、キャリー・ウィリアムズとして声の出演をする。映画は2001年のモンスターズ・ツインクの続編で、2013年6月21日に公開された。2012年時点で俳優マイケル・グラディスト交際。 二人は一緒にウェブサイトファニー話題のザー,アーギュメントに登場した。ありがとうございます。